目が覚めましたか？私の声が聞こえますか？痛むところはありませんか？落ち着いて聞いてください。あなたは十何間昏睡状態でした。いろいろと知りたいことが山ほどあるでしょう。まず何から伝えるべきか。分かっています。あなたの一番知りたいことをまずは伝えます。俺アポはまだ結婚していません。落ち着いて。俺アポはまだ結婚してないし、そもそも付き合っていません。俺アポはコンテンツです。厄介リスナーにならないで。落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて。二人がジジババになるまで待ちましょう。あれアポ。ねえ、最近さ、ずっとさ、俺アポの切り抜き見てっからさ、すごい好き。めちゃくちゃ好き。いや、マジで良い。あー、お前も俺アポっちゅうか。友達といえど許せないよ、それは。いや、私俺アポアンチだから、私の前で俺アポの話しないで。いいよ。ダメだって言うなって言ったんだろ。何の周年だったの？うるさーい。記念日って言うなって。だから付き合ってねえんだって。別に記念日って言うとおかしいでしょって。消しだねムカつくよな俺やっぱマジでうざい。ムカついてんだよ俺やっぱり。立ち話題なの。カイト結構ボコボコにしに行ってやるからな。うちらで手ってやめろ。こっちの方が手ってから。手ってパワーで。そう、こっちの方が手ってパワーでやーしよう。ねえ、落ち着いてって言ってんのにさ、なんでさ今さ、今言おうとしてたじゃん。なんなの？待ってよ。あ、お母さん怒るって。スライディングで乗るでしょ。おぉ、ママすごいぞ。ママってやめな。最近は花房がボセックになってるから、俺もボセックに戻っ私もりっちゃんにさ、ヤマピーもボセックめっちゃうまいし、これテーテーってことみたいな。泣いたらもう二度と持ちでやめますって言ってた。そんなとこまでそっくりなんだね。テーテーだ。テーテー